ございます。今日はいよいよ11月23日ベストボディ日本大会の日になってきました。ということで朝集合が早いので今5時に起きて、ちょっともう髪の毛はやっちゃったんですけれど、髪の毛はねお団子にしました。そんなにまだ緊張してないかな。はい、ということでメイクを始めたいと思います。はい、両国国技館に到着いたしました。化粧もバッチリこんな感じに仕上がりました。まだ時間があるので、ストレッチとかやっていきたいと思います。はい、予選が終わりました。予選の結果発表、10人だけ選ぶんですけれど、張り出されたので行ってみたいと思います。とりあえず予選通過ということで、決勝を頑張りたいと思います。はい、今撮影をしていました。プロレスの引退ぶりにユズポンキックを披露してきました。すごいやっぱりなんか独特の雰囲気があって楽しいです。あ、そっか、ベストボディジャパンプロレスさんがあるからいろいろあるんですね。審査員されてる T シャツが、お、山本先生がいた。弁当だ。寒い、あとちょっと頑張ります。はい、決勝戦に向けてリーダーにぜひ飲みます。それでは参ります。バックポーズ、サイドポーズ。それでは改めてお呼びいたします。それでは参ります。サイドポーズ、バックポーズ、サイドポーズ、フロントポーズ。お疲れ様でした。元の位置にお戻りください。グランプリ32番相川優月580点です。おめでとうございます。グランプリの選手にはベストボディジャパン公認講師、ベストボディジャパン2021日本代表カロリーナよりサッシュ、クリスタル、ティアラが贈呈されます。今一度大きな拍手をお願いいたします。